高く思えて車を寄せた雨上がりの店。世田谷区南烏山、そこに樹齢100年を超すという大きな欅の木があります。杉崎真一郎さんのお宅です。この木の前にね、いっぱい雪柳があったんですね。雪柳があって咲いてる時にね、妹とね、真ん中に兄が入りましてね、雪柳がいっぱい咲いてるとこ、こうやって写した写真があるんですね。昭和18年、1943年、南方の戦地に行くとき写した写真です。第二次世界大戦中、硫黄島で亡くなられた元陸軍少尉杉崎正夫さんの遺骨が44年ぶりに戻りました。本当に嬉しいです。こんな嬉しいことはありません。40数年、穴の中にいましたので、象牙の印鑑だったもんですが、遺体と一緒に出てまいりました。兄が両親のところに帰ってきましたので、両親が安らかに眠ってくれると思います。梅雨が明けやらぬ7月14日、正夫さんの新盆が兄弟たちの手で営まれました。杉崎家のお盆に欠かせないのが、うどん粉をこねて作った引っ張り団子です。甘いものに目がなかった正夫さんの大好物でした。で、お正月になるとみんなお年玉やお小遣いなんかたくさんもらうんですから、中村屋のかりんとうがね、好きだったわ、好きでね、新宿へみんな連れてってくれるんです、妹たちを。優しかったのね。もうことのほかになった。まあ一番やりやつちょあれだ。今度戦死していろいろなことがありましたけど、もうこの兄のことはもう何でもかんでもしたいっていう気持ちで、ね、あの富山の兄が一生懸命用途に行って、どうしても正織さんのあれ、あの遺骨のことやなんか分かりたいって言って、二度も用途に行きましたんですよ。9人兄弟の三男として屈託のない日々を過ごした正夫さん。大学時代は友人たちに囲まれて青春を謳歌しました。いや、それはもう底抜けに明るくてね、いい男でしたよ、顔つきも非常に美男子だし ね、よくね、女にモテまして。卒業後1年間の会社暮らしを経て予備士官学校へ、そして陸軍少尉となって小笠原の父島へ向かい、さらに硫黄島へと移りました。これは私がまだ結婚しない前に杉崎の家におりました時に兄から回りました手紙でして、母からの手紙で私の結婚が決まったということを聞いてびっくりしたというまだ子供だ子供だと思ってたのに、もうそんな年になったのかななんていつ頃式を挙げますか、どうか照れないで私にも前もってご一報を願いたい、そうすればその日は私も一人で美智子さんの幸福を祝って祝杯を挙げたいから、ちびちびはよくやってますけどって書いてあります。ですから何も祝ってやれないっていうことも残念がっておりました。妹がだいぶ戦争が激しくなりまして、天皇陛下のご神栄をお返しするようにということで、東京の司令部の方へそのご神栄を持って帰れという命令があって、それでなんか軍艦に護衛されて帰ってきたらしいんです。トントンっていう音がしましたので、母がびっくりして出てみましたら、軍服を着た兄が立っていまして、母はもうお化けかと思ってもう驚い
ったらしいんですね。もう私が一番思ったことは、もう硫黄島へ帰ったら戦死しちゃうので、もう会えないから、なんとかどっかへ隠すところはないかと思って、もう本当に縁の下でもどこでもいいからどっかへ隠したいという、そういう気持ちで、もう胸が張り裂けるような気持ちでした。昭和20年3月、米軍との激しい戦いで正雄さんは28歳という尊い命を落としました。かつて小笠原の父島で正雄さんと一緒だった部下をはじめ、戦友たちが杉崎宅を訪れました。小隊長、今日は懐かしい千島時代のお世話になりました。いいの一等兵を同伴してまいりました。また私先般は取り乱して、本日は二度目のお証拠になりますけど、今日こそはめめし涙なんかと思ってましたけど、やっぱりなんです。予備士官学校から小笠原へと長い間正雄さんと功を共にした粕谷さんは、もう杉崎が出てきたっていうのは、もうほとんどもうご承知のように遺骨っていうのはなかなかこう難しいんですね、発見は。だけど本人の遺骨が出たっていうのは本当にですね、驚きましてね。で、まあやはり帰りたかったんだなと思うんです。それぞれの思いを胸に秘めて集まった皆さん、正雄さんの霊を慰め、懐かしい思い出話を交わしました。それでね、感動しましたことはね、たまたまね、うち の, 父親から手紙が参りまして、それで杉崎部隊長殿から手紙をもらったって、非常に感動しましてね、私もねその時は本当に嬉しかったんですよ。とにかく非常に兵隊思いっていうか、いい方でした。優しかったでしょうか。優しい。意地悪なんかしません。いやいや、全然そんなことはないです。杉崎さんもやっぱりその浜で、小笠原の思い出として珊瑚を持ってやってきた山田さんです。そのほど行った時はのどかだったんですよ。あ、そうです、ね、まだ晴れした。のどかだったの。とてものどかだったですよ。いいところですよ。もうここまでもう敵さん来ればもう日本負けだなんてね、冗談に言ってたぐらいだ。よもやその父島まで、お岩戸まで来るとは夢にも思わなかった。だからね、まあ一緒にいたもののね、一つの珊瑚礁だからね、杉崎さんもね、見て記念にね持ってきたのは激戦の岩戸島までのどかだった。そうですか。ちょっと持ってしてね、仏様にね、まあ硫黄島の方があるかもわかんない、父島のね、同じ浜でいた、戦地で正雄さんがよく歌った愛唱歌は軍歌ではなくヤシの実でした。貴重な記念品。須崎っていうのところはいいなと。流れ夜ヤシの実ふるさとの岸を離れて、鍋はそのも何時に着き。思い出しますね。思い出すね。まだ肉親兄弟たちがいる時に帰れて、
兄は本当に幸せだと思いました。ですけど大勢の方たちがまだほとんどの方が名前すらわからないで遠くの島にたくさん眠ってらっしゃるんです。本当に兄は幸せだと思いますけれども、なんて言うんでしょうか、もう多くの方が一人でもこの懐かしい日本にね帰ってきてくれればいいなとそればかり願っています。私もし息子に再びこういう事態がありましたら、もう本当黙っていないつもりです。どうし昔の方は黙って戦争をさせたのかしらなんて思いますけど。かつて正雄さんと歩いた散歩道、そうですね、外はよく散歩に ね裏の方、ね、散歩の好きな兄弟ホタル取りに行ったり、ね、それで子供の頃はよくスイカをもらうでしょ。そうするとそうみんなで食べた梅の木の一番食べるのが兄だったね。スイカ割りみたいにして割って、それで兄弟でね、そうそう夏休みなんか涼しいって言って外で食べました。スイカでこれもういい、お腹いっぱいなんて言ってもらおうと思う。とても仲の良かった兄弟が戦争によって引き裂かれてしまいました。二度とそうした悲しみを繰り返さないためにも、私たちは8月15日という日を忘れてはなりません。ナイスショー。